こんにちは。今日の感触のコーナー、私最近ですね、お鍋に凝っておりまして、煮物を作るのが好きです。前日から大根などを炊いてですね、味を染み込ませるという。ただいまおでんを炊いております。映るかな、おでん。たくさん炊いておりますが、これを1週間ぐらいちびちび出して、まあカレーの味にしたり、シチューの味にしたりとか、いろいろ手を変え品を変え食べていきたいと思います。じゃがいもとかね、大根も1本分炊いております。すごい美味しそうでしょ。ちゃんとアクも取って麺取りもしたのです。ちょっと味見したいと思います。いただきます。あこ、熱い、うまい。今夜の夕食が楽しみですね。冬は煮物、まあなんか日本のポトフみたいなもんすかね。おでん楽しみです。では皆様ごきげんよう。グッバイ。